8クイーンとは地図の番とコマを使用したパズルの名称である。地図の番上に8個のクイーンを配置する。この時、どのコマも他のコマに取られるような位置に置いてはいけない。クイーンの動きは上下左右斜めの8方向に遮るものがない限り進める。将棋の飛車と角用を合わせた動きである。4コマで簡略に解説すると、例では、 どのコマも他のコマに取られない位置にあるので正しい配置。例 B ではの肉が互いに取られる位置にあるので誤った配置となる。このパズルは1848年にチェスプレイヤーのマックス・ベッツェルによって提案された。ガウスを含む多くの数学者がこの問題に挑戦した。1874年にギュンターが行列式を用いて解く方法を提案し、 イギリスのグレーシャーが前回が12個であることを確認した。基本回は12種類ある。下記の回1から11は回転と胸像でそれぞれ8種類の変形がある。回12は天体称なので4種類の変形しかない。したがって回の総数は92になる。一辺のマスを N とした変形版を N クイーンパズルという。 例えば、4クイーンでは44のマスで4個のコマを使用する。単純に見て N が増えるのに従って、全マス数 N2 個に対し置くコマの数は N 個であるから、置ける場所の増え方により、回の数には組み合わせ爆発が起きる。2009年に、ドレス電工科大学で26クイーンが計算された。現在てのが判明している最大のものは、年に、 Q27 プロジェクトによって計算された27クイーンである N イコール27までの回は次の通りありがとうございます。